ロシア、プーチン大統領、ドネツク、ルガンスクの独立承認、ウクライナは戒厳令ロシアのプーチン大統領が日本時間の22日午前3時40分頃からおよそ1時間にわたり意味不明な演説を行った直後に、ロシア側が不法占挙しているウクライナ東部のドネツク州とルガンスク州の一部地域を国家承認してしまいました。これを受け、ウクライナ政府は 戒厳令を発令したものと見られておりますが、また、ロシア側がウクライナに対して大規模な砲撃を実施しているとの情報もございます。プーチン大統領は演説の中で、まあ、こちら速報レベルでございますので、多少ニュアンスが異なるかもしれませんが、次のような主張をしてしまいました。ウクライナは国家ではない。ウクライナはレーニンが作った。ロシアはウクライナを助けた。 ウクライナはロシアを利用した。ウクライナが核武装しようとしている。ウクライナの政権がクーデターで倒された。ウクライナは外部から操作されているなどとなってしまっておりまして。このプーチン大統領の演説や国家承認などを受け、イギリス政府はウクライナに対してさらなる支援を検討すると表明しました。また EU はロシアに対する制裁を準備し始めており、 ます。また、ロシア側が放ぼ占拠しているウクライナ東部を国家承認した場合のメリットについてでございますがこちら、ロシア軍を堂々と配備できるようになるというメリットがあり現状は謎の武装集団になりすましたロシア陸軍が展開しておりますが今後は陸軍だけではなくて空軍や 国家支援隊などが、まあ、そのまま堂々と展開できるようになるんじゃないかと思われます。まあ、こういったロシアの脅威はウクライナに対してだけではなく、まあ、例えばロシアに滞在しているウクライナを支援している国の国民が、まあ、今後何らかの脅威にさらされる恐れも出ており、すでにロシアにあるアメリカ大使館が避難計画を立てるようロシアに滞在しているアメリカ人に 要請を行っております日本政府には、まずは、ウクライナに滞在している国民や、また、ロシアに滞在している国民の安全確保に努めていただき、今回のロシアが引き起こした問題についても、速やかに対抗措置を講じていただいて、これ以上、ならずもの国家によって他国が侵略されるという事態が、 続かないように、各国政府とも連携し、可能な限り厳しく対応していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。